つまり日本ではね、戦後言われてきた戦後革命はね、合理主義に変してた、人間主義に変してた。そしてね、エロティスムってものはね、軽視された。その後に来たものはね、エロティスムは反対者だなと思ってるんです。だけどそのとんでもない間違いでね、今のつまり相対主義的な世界におけるエロティスムっていうのはフリーセックスでしょ。何にも抵抗がない、絶対者に絶対触れないエロティスムですよね。これは僕はこういうものエロティスムって呼ばない、単なるセックスですし、それでエロティスムと名が付く以上ね、つまりその人間がもうつまり体を張って死に至るまで快楽を追求してね、絶対者に裏側から到達するのがエロティスムがある。それはもう幽谷のモチーフなんですけどね。それで僕の考えるエロティスムってそういうエロティスムですから、だから従ってつまり反対者なんてものじゃない。でもし神がなかったら神を復活しなければならない。神を復活しなければエロティスムは成就しないんだから、で無理にでもですね、絶対者を復活することによってエロティスムを復活する。